種人を9月22日から1908年4月7日は、明治期の日本の皇族。君党は大君位、階級は、海軍将威。有栖川の宮家の父であったが、継承することなく皇居した。有栖川の宮武人親王の第一王子で、母は、加賀金沢藩主、前田義康の四女、以降、徳川稔枝子は、実前で、その次女、 高松の宮引久子は命。1887年9月22日午後11時30分、有栖川の宮武人新能と同日以降の第一男子として誕生し、同月28日のご七夜で種人と命名される。1901年6月、武人新能と共に参大した種人王に、明治天皇は七宮と同じく帝国海軍士官を志すよう命じた。 1902年1月30日に海軍兵学校内の別邸に移住。翌1903年11月4日に海軍生徒とする明治天皇の沙汰があった。そして1904年12月2日、広島県江田島の海軍兵学校に第36期生徒として入学した。1907年9月22日に青年に達し、名誉職である。 貴族院議員に就任した。しかし、卒業間近の1908年3月2日、早朝、種人は激しい腹痛に襲われ、猛腸炎と診断される。同月8日に病状が悪化して、虚脱症状も見られた。兵学校内の別邸で療養し、同月10日には父武人新王と妹稔子女王が見舞いに訪れた。同日夜、 高木兼弘の執刀で手術を行い、術後の経過も良好であったことから、20日に父宮と妹宮は帰郷した。4月2日に容体が急変し、再び父宮と妹宮は江田島を訪問した。高木のほか、南波はじめやエルビン・フォンベルツが診察し長官閉塞を認めたが、手の施しようがなく、4月3日午後4時10分に帰得となった。 4月5日午後1時に、父宮と妹宮に伴われて、種人は、江田島を出立し、4月6日夜に帰定した。4月7日午後4時10分に皇居した。万20歳、数氏二22歳。この間、4月4日付で大君民への除位と、喫下大受賞の助君が、4月6日付で海軍省委任官の営転が授けられた。4月10日、 アリス川の宮家を立ち、豊島岡墓地で葬儀が取り行われた。当時の皇族中、伏見宮に次ぐ歴史を持つ宮家であった、アリス川の宮は、1889年に施行された皇室天範第42条で養子が禁じられているため、軽視たる種人を失ったことで廃絶が確定した。父竹人親王は、当時韓国当館であった。 伊藤博文や手に死死を失った無念さを綴り、有栖川の宮仙台の系統を思いへば、先例に、宝庇、御子孫の入りらせられんことを希望する体なしと養子を取ることを要望した。伊藤は、皇室天畔を念頭に、卑郷の上、宝庇に腐敗して前後の愚行を建て祭ると返答した。後に、大正天皇が、第三王子、信人新皇に、有栖川の宮の求将、 高松の宮の豪を与え、アリス川の宮の祭祀を継承させることで、実質的に後継に義したことは、伊藤による、長方期的措置として受け止められた。明治天皇の御子の結婚相手の一人に浮上したが、アリス川の宮家に、精神疾患となった、李氏女王がいたため同意を得られなかった。結局、種一王は結婚しないまま溶接した。このことは後に、 信人親とと、種人王の命である、徳川菊子との結婚の際にも、問題となった。ありがとうございます。